ジョン・エドワード・ジェイソは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ軍、チュラビスタ出身の元プロ野球選手、ウトを左ヒ愛称は、e、EGJ。少年時代は家庭にケーブルテレビが設置されていなかったため、地元に近いサンディエゴパドレスなどの MLB 球団の試合を見ることもあまりなく、野球よりも釣りやキャンプに夢中になっていた。当時の夢は、 数学の教師になることで、野球でプロになることを意識し始めたのは、サウスウェスタン大学の2年生になってからであった。2003年の MLB ドラフト12巡目で、タンパベイデビルレイズから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9 ハドソンバレーレネゲーズで、プロデビュー。47試合に出場して打率22。227.2本類が、20打点。 二投類の成績を残した。2004年も A-9 ハドソンバレーでプレーし、57試合に出場して打率、302.2本塁が35打点、1投類の成績を残した。2005年は A 級サウスウエストミシュガンデビルレイズでプレーし、92試合に出場して打率、307.14本塁が50打点、 三盗塁の成績を残した。2006年は A 級バイセイリア・オークスでプレーし、95試合に出場して打率。309.10本塁が55打点、1盗塁の成績を残した。2007年は A 級モンゴメリー・ビスケッツでプレーし、109試合に出場して打率。316.12本塁が71打点2投類、2盗塁。 オプス893を記録した。オフに行われるルール5ドラフトでの流出を防ぐため、11月20日に40人枠入りした。2008年は a 級モンゴメディで85試合に出場。7月からトリプル A 級ダーラムブルーズでプレーした。9月6日のトロントブルージェイズ戦でメジャーデビュー、5試合に出場した。2009年は メジャー出場はなく、トリプル A 級ダーラムで104試合に出場して打率。266.5本類が30打点、1盗塁の成績を残した。2010年はトリプル A 級ダーラムで開幕を迎えたが、4月13日にメジャー昇格、自己最多の109試合に出場する活躍を見せた。打率は、 263ながらも39三振に対して59指揮を選んで出塁率は372をマーク。高出塁率を買われ45試合で1番打者を務めた。1試合のみであるが一塁手としても出場した。保守が1番打者を務めるのは珍しく、1シーズンで J ソより多く1番保守として出場した選手は過去にローリー・ヘムズリー。 ジェイソン・ケンドールの二人しかいない。2011年は自身初の開幕ロースター入りを果たし89試合に出場。打率224.5本塁が27打点1盗塁の成績を残した。2011年11月27日にジョシュ・ルーキーとのトレードでシアトル・マリナーズへ移籍した。2012年は正捕手、ミゲル・オリーボ。 ルーキーのヘッス・モンテロのバックアップとして108試合に出場。8月15日のフルス・レイズ戦では、フェリックス・ヘルナンデスをリードし、メジャー史上23人目となる完全試合に導いた。打撃面では、規定打席にこそ到達しなかったものの打率、276、出塁率、394と高成績を収め、シーズンを通して安定した働きを見せた。 2013年1月16日に AJ コール、マイケル・モースが絡む三角トレードでオークランドアスレチックスに移籍。開幕ロースター入りし70試合に出場したが、7月24日のロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム戦で8回裏にファウルチップがマスクに当たり脳震盪を起こしたため、翌25日に7日間の故障者リスト入りした。 8月9日に15日間の故障者リストに移動。ポストシーズンのロースターからも外れ、シーズンを終えた。2014年1月16日にアスレチックスと1年契約を結んだ。前年に引き続きデレクノリストの正捕手争いとなったが、開幕戦では先発マスクをかぶった。その後は指名打者を兼任し、正捕手をノーリスに譲ることとなった。 8月上旬にファールボールがマスクに直撃して以来、吐き気や頭痛が日に日に増し、前年に経験したような症状だったため、8月24日に脳震とで7日間の故障者リスト入りした。9月8日に15日間の故障者リストへ移動し、打撃練習などリハビリを開始。代打としての出場が期待されていたが、医師の許可が下りず、前年と同様にそのままシーズンを終えた。 この年は99試合に出場し、打率264.9本塁が40打点に投塁だった。シーズン終了後も保守として活動できるか不透明だったため、アスレチックスは保守の女子フェグリーを獲得。第3保守で一塁手一のスティーブン・ボートは打撃面で活躍し、正保守の有力候補となったため、ジェイソは 指名打者との兼用もしくはトレード放出が有力視されていた。2015年1月10日に、ベンズ・ゾブリスとユネル・エスコバートのトレードで、ダニエル・ロバートソン、ブユグ・パウエルと共に、フルスのレーズへ移籍した。この年は、メインの指名打者として起用され、70試合に出場して、自己ベストの打率、286を記録した。また、得点点では、 355と打ちまくり、打撃1000人の DH として大いに気を吐いた。同年11月2日に FA となった。2015年12月23日にピッツバーグパイレーツと2年800万ドルの契約を結んだ。2016年は一塁種のレギュラーに抜擢され、キャリアハイの132試合に出場。バッティング面では打率。 268.8本塁打、42打点、オプス0.766を記録したほか、自身初の100安打以上と22塁打以上も記録した。また、9月29日のシカゴカブス戦では、サイクル安打を達成している。一塁手としての守備は、108試合で守ってご失策。守備率、994DRS からンザーマイナス1.3と、 平均をやや下回った格好となった。また、一試合の未右翼手の守りにもついた。2017年10月1日に現役引退を表明した。ありがとうございます。